ごきげんよう。お隣どうぞ。この位置からですとよく見えますよ。ほら、あちらの枯れ木の一番上をご覧くださいな。葉っぱがちゃんとくっついているでしょ。一人でそよそよーっと揺らいでいらっしゃるの。落ちそうで全然落ちませんのよ。強い子ですわね。あら、お返事が。まあ、あなたまだいらしたのですか。それで一緒に。ブライト、やっと見つけた。って誰？ねえ、この人知り合い？まさか絡まれてたわけじゃ。本当だ、バッジもつけてる。びっくりした。トレーナーいらっしゃいませ。あ、仮トレーナー様、いらっしゃいませ。ごきげんよう。和骨かける3。はい、あなたを探しておりましたの。いつかはお会いできると思っておりました。ネプ今日はとっても気持ちのいいお天気で、今年も長い冬でしたが、きっと春はもうすぐそこですわね。そういえば、ブルーライトガーデンでもお花の植え替えが始まっていましたのよ。いろんなお花が美しく咲くのでしょうね。仮トレーナー様はどんなお花がお好きですの？私は小さなお花が身を寄せ合っているのが好きですわ。お名前は存じ上げないのですけれど、お見かけすると仲良しさんねーと優しい気持ちになるんです。あ、ご覧くださいまし。お空でも仲良しの雲さんが集まっておりますわ。ですわ。私のトレーニングですけれど、今日から見ていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは移動いたしましょうか。走りを見ていただく前に、まずストレッチですわね。あれ、あの子メジロブライトじゃん。名門メジロ家のマックイーンたちに続く新世代。それでは1800m 走ってまいりますわね。やあと遅っ。あ、で、加速もなし。え、嘘でしょ。よいしょ、よいしょ。あら、仮トレーナー様。ああ、もうゴールを過ぎていたのですね。これはちょっと、末
上足の切れもいまいちだし、いくら目白けって言っても私はいいかな。どうでしょう、私選抜レースに出たいのですが、それまであなたに走りを見ていただきたいのです。ありがとうございます。次のレースに登録をしていますので、それまでよろしくお願いいたしますね。あら、そうなのですか。ではまずはお茶会ですわね。お紅茶を飲みながらお話しするとお人柄がよくわかるんですの。というわけでご紹介いたしますわね。左から凛とした強さを持つドーベル、誇り高きマックイーン様、そして私の大好きな優しいライアンお姉様です。こんにちは、私たちのお茶会へようこそ。で、ブライト、この方は？はい、私のカリトレーナー様です。カリ？ああ、なるほど、確かもうすぐですものね。専門の方に集中的に見ていただくというのは大事なことですわ。それでそれで、ブライトとのトレーニングはどうですか？まだ始まったばっかりだとは思いますけど。よし、ここで。と、あら？またゴールしてしまいましたわ。私、まだ走ってもよろしいでしょうか。体は元気いっぱいですわ。何でもおっしゃってくださいませ。カリトレーナー様、お紅茶はいかがですか？ぜひコンポートしたリンゴを入れてみてくださいね。どうぞ。でしょ？お胸のあたりがほっこりいたしますの。寒い冬にはお紅茶がありがたいですわね。ドーベルが教えてくださった飲み方ですのよ。しっかりさんで私にいろいろ教えてくださって素敵な子でしょ。マックイーン様も私が日向ぼっこしておりますとブランケットをかけてくださったり、すごくお優しいのです。それに何と言っても走る姿が美しくて、優雅で華麗で理想的で、毎回ポヤーンといたしますの。わかるわかる、マックイーンの走りって本当に綺麗なんだよね。私、ライアンお姉様の走りも大好きですわよ。力強くて一歩ごとに大地を弾ませるようで、お姉様のお心の強さが現れていて私の憧れですわ。うわぁ、大げさだってば。大げさではありませんわ。私は本当に皆様のことが大好きで尊敬しておりますもの。ええ、うちは関係者の方々も含め素晴らしい方ばかりですわ。今度のイベント、ブライトが司会でも面白かったでしょうね。今度、すでにデビューしている目白家の面々を集めて、ファンの皆さんに向けたトークイベントを行いますの。
私とドーベルはデビュー前ですから見学だけで。そうですわ。もしよろしければ仮トレーナー様もご一緒に。ブライトのトレ、仮トレーナーさん、今日はありがとうございました。おかげさまで楽しかったです。いえいえ、ブライトに連れられてきたんですよね。ならきっとそこには意味があると思います。あの子ぼやっとして見えるでしょ。でも本当はすっごく芯の強い子なんですよ。最近出たストーリーになるね。はい、私は憧れてもらえる器じゃありません。でもブライトの言葉だからちょっとだけ自信を持てるんです。だからあなたを選んだのにもちゃんと理由があるはずです。あの子のことどうかよろしくお願いしますね。そうですわね。一緒に枯れ葉を眺めてくださったからですわ。はい、私生来どうにものんびりさんのようでして、他の方よりも考えることも成長も遅いのです。子供の頃からずっと今に至るまでご期待いただいたたくさんの方をがっかりさせてしまいました。目白の馬娘として恥ずべきことですわ。だからといってダメなことを思っているわけではありません。たとえ歩みは遅くとも、私だって目白の馬娘、選抜レースの出走もそろそろ自分の力を示そうと考えたからです。そっちは見てない。99年の天皇賞を見て、このままでは個人の感想です。望む結果を得られないと分かっていました。そんな時あなたに出会ったのです。私と同じペースで空を見上げてくださったあなたなら、私が何者か、息が長いね、その証拠を共に示してくださると感じました。数々の輝きを見せてきたライアンお姉さま方に続く目白家の新たな光となるために、声が聞こえたらもっと走る。お声が聞こえたら。競馬ハマってから昔のレースも見て覚えた。いいレース多いね。はい、ここで急ぎます。仮トレーナー様、タイミングはいかがでしたか。よかったですわ。合図ってとっても素敵ですわね。その時が来ると分かっていると気持ちよく走れます。ですか。仲良しさんですわね。違うし、ブライト遅刻。っていうかその人形ってマキちゃんじゃない？なんで？はい、マキちゃんですわ。せっかくの機会ですから、ライアンお姉さま方の勇姿を一緒に見ていただこうかと。
わかった。その子の支度で遅くなったんだね。もうみんな会場に向かったから、私たちも電車で追いかけよう。はい。くし。ふい。なんだか雪でも降りそうですわね。マックイーンたち、まだついてないんですか？はい、急な雪による渋滞で車が全く動かないらしく、走るというのも危険なので今電車で向かわれているみたいです。でもそれじゃあ開始に間に合わないですよね。あと5分で始まっちゃうし、ファンの人たちもたくさん。ファンの方々には事情を説明してお待ちいただきましょう。ご納得いただけるとは思います。少し退屈させてしまいますが。わかりましたわ。では私たちでおしゃべりしましょうか。まさか私たちで間を持たせようって言ってる？はい、私たちも未熟ながら目白家の一員です。ただお待ちいただくよりはファンの方に楽しんでいただけるかと。それはそうかもしれないけど、でも無理だよ。だって皆様どんなお話をしてくださるのかな。お揃いになるなんてすごく珍しいよね。ねえ、皆さんの美しいご尊顔がもうすぐ。かわいい。ああ、目と脳にしっかり焼き付けなきゃ。無理、あんなたくさんの人の前でなんて、私喋れない。わかっております。ドーベルには試練ですわよね。けれど私一人ではきっとうまくお話しできません。あなたのお力が必要なのです。いつも通りおしゃべりするだけですからね。ただしゃべるならできるけど、ファンの人たちを見ながらでしょ。毎回その肩の穴気になる。ごめん、やっぱり自信ないよ。大丈夫大丈夫、私が一緒ですから大丈夫。マックイーン様もライアンお姉様も他の皆様も臨機応変に堂々と対応なさるはずです。なら私たちも目白家の新たな光となるために。アルダンもちょっとは絡んで欲しかった。けれどメリジーはできませんわね。わかりました。目白増えすぎたからね、しょうがないね。違い違いすぎるのはわかるが。皆様はじめまして、私目白ブライトと申します。そしてマキちゃん。マキちゃんです、よろしく。あれ、あの子たちってまだデビューしてないよね。オープニングアクト的な感じなのかな。というかマキちゃんってあの子ドーベルさんでしょ。人形劇かしら。変わった趣向だわ。人形として喋る？むしろハードル高くなってない？それ。でも、そこまでしても全然ダメで、目白家の名前に泥を塗っちゃったら。
カリトレーナー様。カリトレーナー様のおっしゃる通りです。私がついています。絶対にドーベルをワンワン泣かせたりしませんわ。さすがに泣かないし。わかったよ。私だって役に立ちたいから頑張ってみる。それでライアンお姉様が私の手を引いて一緒に走ってくださったのです。かっこよかったですわ。うん、ライアンってかっこいいよね。昔からずっとみんなに気を配ってて、今でも謙虚っていうか。目白家の皆様はどなたも幼い頃から素敵で、私たちもああなりたいものですわね、ベルちゃん。うん、って違うでしょ。私はマキちゃん。間違えるの何回目。二人とも愛らしい。なるほど、コント仕立てなのね。ええ、触覚。ドーベルもブライトも頼もしいですわね。大きな借りができてしまいましたわ。けれど、なぜ人形を。お待たせしちゃってすみません。ここからは私たちに任せてください。素敵な時間でしたわね。誇りある皆様のお姿、私も早く正式な場で皆様にご挨拶したいですわ。走ってる部分だけちらっと見た。今日のイベントめっちゃ良かったけどさ、ぶっちゃけブライトとドーベルってどうなん。話全然聞かないよな。噂だけど走りはいまいちらしい。目白家の新生ですよって感じで二人出てたけど、ちょっと心配だよな。選抜レースでは必ず結果を残さなければなりませんわね。皆様にご期待いただける走りをしなければ、目白家の馬娘として必ず。ここはあなたとは初めてお会いした。わからない。ドーベルわかんないけど、この子の子ね。さあ、二人で並んであの木を見上げていて、あら、葉っぱがすべて落ちてしまったのですね。頑張ってしがみついていたのですが、まあ、つぼみが一つちょこんと見えますわ。そうですか、もうすぐ春が来るのですわね。私の春。そういや、まだトリプルフェアラの子いないんだね。もうすぐそこなのですか。私も皆様のようになれるでしょうか。大好きな目白家の一員として、いろいろと。ブライトね、あの子はどうにも体つきがほっそりして、かわいそうに、きっとレースは難しいわね。ライアンはいい走りをするな。きっと耐性するだろう。そこがいいんだろう。ブライトはとりあえず横で見ておきなさい。ブライト、何してで、ああ、みんなのこと見てたんだね。一緒に走ればいいのに。お姉様、私もいつか
チンプルとか来たら多分がちみちだぞ。お姉様たちのようになれるでしょうか。なれるよ。私たち見たいってどんなのかわかんないけど、ブライトがなりたいならなれるよ。だから一緒に走ろう。今わかりましたわ。私はきっとここであなたを待っていたのですね。明日の選抜レースでは素晴らしい結果をお見せいたします。そしてデビューへ。あれ、天国の大川さんのオブリ引退レースで後ろからレースしたい子ばっかりだ。直線まで抑えるだろうし、かなりスローペースになりそうですね。あのメジロブライトもいるぞ。相変わらずのんびりしてる。勝負どころを間違えたら終わりだけど、大丈夫かね。カリトレーナー様、準備が終わりましたわ。それで本日は？もうその借りて呼ぶのやめて。練習したように木を見計らって一気に駆け上がるですわね。私は勝てるでしょうか。ありがとうございます。そのご期待に添える走りを必ずお見せいたしますわ。さあ、スタートしました。芝 1800m、 6人立てのレース。とてもゆったりとした流れで進んでいきます。いきなりトップレーナーにしてくるお嬢は怖すぎるから。誰か早く前に出てよ。じゃないと。さすがにこれはちょっと面白い。遅すぎでしょ。大丈夫。私は私のペースで木を待つ。そして咲くべき時が分かれば。聞こえます、あなたのお声が。私が芽吹く時は今。さあ、最後の直線、各ウマ娘一斉に勝負。どう、最高峰からメジロブライトが飛び出してきた。皆様、ご覧くださいませ。私がメジロ家の意向を示す新たな光ですわ。に、2分？ 1800m で？遅い。平均よりも10秒近く遅い。いや、ちょっとこれは想定よりも。 1800m に2分もかかる子、どうやって育てるんだよ。私には見えたよ、あなたの強さが、あなたの覚悟が。私も前に進まなくちゃ。ただいまですわ、カリトレーナー様。私、勝利いたしました。では、トレーナー様、本日よりまたお世話になりますわ。私が目指すところは、遥か頂にございます。そこへ向かうには一人では眩しすぎるのです。あなたが道を教えてくださらなければ。どうか私と共に春を見届けてくださいませんか。嬉しいですわ。わーい、いらっしゃいませ。私もデビュー。
まで見守ってる気？ブライトのトレーナーになるなら締めるところは締めないと。話進まないんじゃない？よろしいでしょうか。ええ、今はご用事のためにお屋敷からお車がブーンとお迎えに来るのを待っているところなのですが、ですからお迎えの時間までここで待たせていただいてもよろしくて。ありがとうございます。しばらくお邪魔させていただきますわ。もうすっかり夏ですわね。よう呼び他にいたってな。今度のお休みはきっと絶好の遊園地日和になりますわ。はい、この間お父様がチケットを送ってくださって、するのは得意ですし、簡単に背負った宝塚記念でデートで暴れて大層は立ちそうになって鈴鹿に負けたやろ。あ、けれどトレーナー様は早上がりのできる日ですわよね。もうこちらのお部屋からは出て行かれますか。ありがとうございます。ボルシだけじゃないんだなんだか思い出しますわ。こうして二人で並んでのんびりしていたこと、冬の頃にもありましたわね。トレーナー様が隣にいてくださると、私いつもより鈴鹿なんてゲートくぐっていったのがあるぞ、のんびりさんになってしまうような気がいたしますのよ。あら、まあまあ、もうすっかり夕暮れ時なのですね。確かに目白家の運転手様が私よりのんびりなさっているのは珍しいことですわ。電話をかけて確認を。あら、画面が真っ暗ですわ。ブライトお嬢様、失礼いたします。本日の予定に関してですが、諸事情ございまして延期の運びとなりました。つきましては恐縮ではございますが、学園からの外出も不要となりますので。まあ、3時間も前のメッセージなのですね。ということは、もしかしてトレーナー様にも随分待ちぼうけをさせてしまいましたでしょうか。であれば良いのですけれど、ちょっぴりのんびりしすぎた気もいたしますわ。私はたくさんお話ができて楽しかったのですけれど。そうですか。なら、よかったのかしら。よかったのかしら。嘘、かわいい。かわいいから許す。あら？まあ、トレーナー様。ごきげんよう。素敵な偶然ですわね。はい、あ、そうですわ。トレーナー様、もしお暇でしたら遊園地へご一緒しませんかと。せっかくお父様がペアチケットをくださったのに
有効期限のことを忘れてしまっておりまして、恥ずかしながらトレーナー様とお会いできなければ、レアチケットの片方を無駄にしてしまうところでしたわ。ええ、テーマパークのオーナーさんをしておりますの。ですから私もこういう場所には慣れておりますのよ。なので、あらあら、これは良い機会かもしれませんわね。本日は私がしっかりエスコートいたしますわ。まあ、こちらのアトラクション1時間待ちなのですわね。ちょっぴり長いかしら。トレーナー様、別のアトラクションも見てみましょう。ああ、こちらは120分待ち。120分待ちということは、ネズミランドはもっと長く並ぶんだってということですわね。残念ですけれど、ここもなしといたしましょう。2時間待ちということは、先ほどの倍ということですわね。あら、こちらは3時間。遊園地の待ち時間って意識してみると長いんですのね。遊園地をテキパキ楽しむ、なかなか難しいことだったのですね。次は、あ、トレーナー様、トレーナー様、あちらをご覧になって、あのアトラクションは15分待ちですって。来ますわ、来ますわよ。ああ、落ちてますわ。大丈夫ですか？まあ、お目目がぐるぐるになっていますわね。私がテキパキさんになれば、トレーナー様にも楽しんでいただけるかと思ったのですが、なんだか普段よりお疲れな気がいたしますわ。どうしてでしょう？でしょうか。あれとは、ああ、観覧車ですわね。でも待ち時間が1時間半もありますわよ。乗ったら今日はおそらくそれでおしまいになりますわ。それでもよろしいのですか？もうすっかり日が暮れてしまいましたわね。ああ、でもご覧になって、遊園地がライトアップされて、とっても綺麗ですわね。観覧車の上からだと遊園地がみんな見えますわ。先ほどの絶叫マシンに乗り込む方がいますわね。その向こうではパレードが出発するところですわ。皆様、とっても楽しそうでいらっしゃいますわ。どこもかしこもウキウキすることだらけですものね。
ええ、当然ながら私も。トレーナー様、本日はありがとうございました。やっぱりエスコートとは難しいものですわね。観覧車に乗ろうと決められたのもトレーナー様自身ですし、でもおかげさまでとっても私も楽しめたんですのよ。ちょっぴり失敗しても二人でいればなんとかなってしまいますのね。さあ帰りましょうか。遅くなってしまいましたけれど、二人ですから大丈夫。二人で謝ればきっと大丈夫ですわ。ですわね。砂浜でお昼寝したくなりますわ。さてと、走り込みもあと一本ですわよね。それでは計測はよろしくお願いいたしますね。されたのですか。ぼんやりしてらっしゃいましたけれど、そういえばトレーナー様、昨日の夜も遅くまで栄養ドリンクの作り置きをしてくださっていましたわね。じー、決めましたわ。トレーナー様、今日の晩はお祭りに行きませんこと？合宿所でスタッフの方がおっしゃっておりましたのよ。夕方からこの近くでお祭りがあるそうで、他の馬娘様たちも行かれる方が多いみたいですわ。ですから今日はのんびり。あら？そんなにテキパキと書類をまとめて。もう行ってしまいましたわ。休憩は良いけれど、きちんとトレーナー様もお休みできるのかしら。よし、私やってやりますわよ。お帰りなさいませ。さあさあ、草原7話は祭り確定なん。私の隣にお座りになってくださいな。まあまあ、今帰っていらしたばかりでしょ。私今日はおしゃべりしたいことがたくさんありますの。休憩時間の間、ドーベルと磯遊びをしたのです。そうしたら、紫色のウミウシが沖の方ではクラゲがプカプカしておりました。私、岸からぼんやり眺めていましたの。お山より大きな入道雲がソフトクリームのようにぷかーっと浮かんでは溶けていくんですのよ。お眠いになりましたか。遠慮なくのんびりお眠りになってくださいませ。
あら、もうお目覚めになりましたのね。ユミさんよ。もっとゆっくりしていただいてもよろしかったのに。書類、合宿所の方にお渡しするものですわよ。そうはならんだろ。立ったまま寝てる。明日でもいいですかと聞いたら、大丈夫とのことでしたわ。お祭りは急いで行くものでもないかもと思いましたの。綾部さんがロックオンしそうな髪してんな。来年もありますものね。ちょっぴりやりすぎてしまったでしょうか。トレーナー様の予定を変えてしまいましたし、お礼を言われるようなことなど何にも。私結局いつも通りにのんびりしていただけですもの。自分たちのペース、私とトレーナー様のでしょうか。そう、うん、やっぱり私のんびりさんなのが一番なのかもしれませんわね。あら、ご覧くださいな、トレーナー様。あちらの人参焼きの屋台はまだ営業中のようですわ。もうおしまいのお店も多いようですけど、残り物には福来たるとも言いますし。あ、お嬢ちゃん、くじ引きやってかない？あと一つだけ残ってるんだよ。売り切っちゃいたくてさ。まあ、ちょうど良い残り物ですわね。みたいなこと。では失礼して。お見事、当たり。はい、これ景品ね。お嬢ちゃんにぴったりのブローチ。まあありがとうございます。お花の形なんですよね。ねえトレーナー様、やっぱり待てば花は咲くのですね。せやな。行きますわよ。そうだ、トレーナー様も一緒に走りませんか。芝は気持ちいいです。参りましょう。
理無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 理。たくさんのんびりして元気もみなぎっておりますな。行きますわよ。動きの遅い。はい。心が、体が、走れと叫んでいる。急くのは得策ではありませんけれど、好機を逃す手もありませんね。行きますわよ。お茶もお菓子もいただいて準備は完璧です。いつでも参りましょう。とやお疲れの時は、わかりましたわ。調子は上々、上機嫌ですな。さあ、参りましょう。行きますわよ。ふう、今日は普段よりも、もう少し、のんびりした方が良いかもしれませんわね。おはようございます。感謝いたしますわ。ふふふ。参りましょう。お疲れの時。私の瞳をご覧、行きますわよ。示してみせますわ。
注目の一番人気。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。各馬娘の好走が期待できます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は4番、2番人気を紹介しましょう。8番、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気、メジロブライト。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタート3番、これは素晴らしいスタートです。まもなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。残り400、メジロブライト、ここで抜け出した。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはメジロブライト。メジロブライト強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、4番、追いすがるメジロブライト、足色は衰えない。メジロブライト、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。勝ったのはメジロブライト。2着は4番。待って、重ねて、掴んで勝利ですわ。疲れの時はお休みください。私はここでいつまでもお待ちしておりますから。出走条件足りたりん、行きますわよ。トレーナー様も一緒に走りませんか？わかりましたわ。心が行きますわよ。
トレーナー様、お願いします。それで、注目の一番人気。待って、重ねて掴んだ勝利ですわ。
それで、なるほど、ですわね。行ってまいります。お疲れの時、張り切っていこう。ついておりますが、じゃあジャスタウェイも、ここは負けられない。LW 光を示せましたわ。世代のクラシックが地味に、はあ、トレーナー様私の瞳張り切っていこう。
私の瞳をご覧くださいませ。燃える心が見えますか？わかりましたわ。心が行きますわよ。張り切っていこう。お茶もお菓子もいただいて、お疲れ。落ち着いておりますが、注目の一番人気。光を示せましたわ。私の瞳をご覧くださいませ。行きますわよ。お願いいたします。参りますわ。むむむですわ。ええ、参りますわ。トレーナー様、どう
さあウィーナー今示してみせ。ここは負けられない。もう、もう光を示せましたわ。クラシック鈴鹿とか言えたから。この子シナリオテキスト量少ない、気のせいか？動きの短縮版だからとやは普段動くの部分も少ないぞ。調子はトレーニング始めましょうか。心トレーニング始めましょうか。ふう、あの、よろしくお願いします。あの、お願いいたします。よし、ですわね。わかりましたわ。なるほど、よし。ええ、あの、ねえ、あ、わかりましたわ。いえ、よし。あの、なるほど、わかりましたわ。はい。あの、いいえ。あの、なるほど、よし。
うん、やりました。なんだか張り切っていこう。すっごいね。ええ、うん、いいえ。しかし夏らしくにアンクル使いたくなる。ええ、注目の一番人気。待って、重ねて掴んだ勝利ですわ。なんだか ここは負けられ。待って、重ねて、掴んだ勝利ですわ。うんうん、よし。3連レースだぞ。のんびり。
注目の2番人気。まあ、わあ、光を示せましたわ。お茶もお菓子もいただき、よろしくお願いします。次はお休みください。張り切っていこう。のんびりさんの私、鋼の石より光線内側強化して4。日記注目の一番人気。待って、重ねて掴んだ勝利ですね。
心が、体が、走れと叫んでいる。トヤトレーナー様、それでは、ですが、カカオって無加工だとあんま美味しくないような。トレーナー様、ですわ。ええ。うん、ふふふ。私の瞳をご覧ください。トレーニング始めましょうか。エプリアのワシウマの 1800m を2分もかかったから説あるのか。スーパークリークの調教師に何かいい馬を譲ってくれて言われたときに、ブライトの名前挙げたら2分もかかるイカ省略。あら、なんだか不思議な気分。ひどいな。イエーイ。あらあら、
ですわね。レッツゴー。あら今ほど高速じゃないとはいえ、その時代ですらズブ扱いは結構なことよね。行くわよ。イエーイ。ちょっと、ちょっといい？ですわね。なるほどね。やめて。あらあら。よし。イエーイ。モルシを手玉に取れるパールさん。ありがとうございます。お願いいたします。はい。そうね。うんうん。あらあら。ええ、3コマのチヨちゃんより似てんな。で待っていてください。示してみせますわ。落ち着いてある。それでも重傷 G11 度はもらったんだから。キタル鈴鹿ウンスグラスして鶴丸強しを蹴らおう。注目の一番に今のニューゾロとカナイアロ W。 光を示せましたわ。疲れの時アーボについてこーい。
ヘイヤーって考えると後継者欲しかったわね、ブライト。お茶もお菓子。よろしくお願いします。トレーナー様、なるほど、わかりましたわ。うんうん、動きの。一緒に頑張りましょうね。心が。わかりましたわ。一緒に頑張りましょうね。なんだか綺麗ですわね。心が。行きますわよ。わかりましたわ。では
私の瞳。張り切っていこう。ごきげんよう。それで、さあさあ、素晴らしいです。ここは負けられない一番人気。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。3番人気にはダイワスカーレット、2番人気を紹介しましょう。東海帝王、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗、三冠馬娘メジロブライト1番人気です。見事春秋連覇となるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロブライト、これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。向こう上面に入って先頭はサイレンス鈴鹿、花を奪っていったのはサイレンス鈴鹿、すぐに続いてダイワスカーレット、メジロブライト。
ペースが速い。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。マヤノトップガン、ここで抜け出した。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマヤノトップガン。そこを回っていったのはメジロブライト。栄光まで400。まくって上がってくるメジロブライト。先頭を追って鈴鹿が壊れたと言いますか。追い上げてくるとはまだ2馬身後ろ。残り200。マヤノトップガン苦しいけど粘っている。並びかけてきたのはメジロブライト。メジロブライト完全に抜け出した。メジロブライト差し切ったゴール、うん、天皇賞春秋連覇。歴史的快挙を成し遂げたのはこの馬娘メジロブライト。2着マヤノトップガン、3着はオグリキャップ。まあまあ光を送りましたわ。98だから僧侶が。おめでとう。
動きの遅い。行きますわよ。私の人はい、なるほど。それで、はい。あの、ですね。あ、すみません。いいえ。では、あの、いえ、すごいです。勉強になります。お願いいたします。示してみせますわ。目白の意向、私の輝きよ。4番メジロブライト、パドックでも注目を集める。
すわよ。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。3番人気にはエルコンドルパサー、この評価は少し不満か。2番人気はこの子グラスワンダー。一風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、三冠馬娘メジロブライト一番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。一番人気メジロブライト、星雲スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は星雲スカイ、単身で飛ばしていきます。第4コーナーカーブ、さあ花に立ったのは星雲スカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は10番エルコンドルパター、並んできたリバシンさん。3番少し離れてエアグルーヴ、1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。グラスワンダーペースが速い。先頭集団を見ていきましょう。先頭は変わらず星雲スカイ、続いてエルコンドルパター、さらには10番、4番手にはエアグルーヴ。それを見るように3番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は相変わらず星雲スカイ、続きましたエルコンドルパター。1馬身離れて10番、その外並んでエアグルーヴ。3番、5番手1馬身差、2番松金福来たる、並んでくる。その外並んでメジロブライト、少し後ろからキングヘイロー、そのうち並んでスペシャルウィーク、その後ろにグラスワンダー。はぁ、そろそろですわね。私の春よ、目覚めましょう。1馬身差9番、外で7番内を回ってメジロドーベル、後方2番手に15番、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。依然として星雲スカイ、リバシンサー、エルコンドルパスター、残り 1000m を通過。そしてその後方には10番、すぐに続いてエアグルーヴ、1馬身離れてメジロブライト、その後ろスペシャルウィーク、1馬身サー3番、その外並んで2番、そのうち並んでグラスワンダー、さらにキングヘイロー、それを見るように松金福来たる、1馬身サー9番、そしてその外を回って7番、あとは15番、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。メジロブライト、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはメジロブライト、2番手争いはスペシャルウィークエルフォンドルパサー、残り200、熾烈なデッドヒート、先頭メジロブライト、しかしその差はわずか。メジロブライト足色は衰えない。メジロブライト今ゴールイン。夢のグランプリを制したのはメジロブライト。年末最後の大一番を制し、エアフォードセンターの座未来と静か対記者という服着たりとが出てるのだと。まあ、まあ、光を示せましたわ。トレーニング始めましょうか。今Thank you.
の一番人気7番。光を示せましたわ。トレーニングの時間ですね。示してみせますわ。ここは負けられない一番人気4番。光を示せましたわ。お疲れの時。示してみせますわ。今とても落ち着いておりますの。でも心の一番奥が熱くって、勝てと声が聞こえますのよ。どうぞウィナーズサークルで待っていてくださいね。示してみせます。今どうぞ示してみた。示してみせます。スタミナで引きずり回すタイプなのに、スタートダッシュが苦手で瞬発力がないとか、この子致命的もの背負ってたんすね。注目の一番人気4番メジロブライト。実力は つまり逃げてこと？上空には灰色の空が広がる中京レース場。天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気はこの子です、メジロマックイーン。2番人気を紹介しましょう、シンボリルドルフ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、三冠馬娘メジロブライト1番人気です。
気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。6番とメジロマンクイーン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロブライト、6番快調に飛ばしていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は6番三振で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はシンボリルドルフ、ハッピーミーク、内から行く、外を回ります。マヤのトップガンメジロブライト上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。依然として6番、続いてマヤのトップガン、さらにメジロマックイーン、2コーナー回って向こう正面。先頭は依然6番2馬身リード。続きましたマヤのトップガンハッピーミーク、3番手、さらに15番少し離れてメジロマックイーン、9番外から行く、10番追走、そしてそのうちから行ったのは3番同点上段。はぁ、そろそろですわね。私の春よ、目覚めましょう。メジロブライトこの位置につけています。さらにシンボリルドルフ、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、14番並んできた。それを見るように7番浜間クロス並んできた。そしてその外から行ったのはメジロライアン、少し離れて18番後方2番手に5番第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると、まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのかメジロブライト。内で様子を伺う。残り400、さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったメジロブライト。勢いよく上がってくるとメジロブライト完全に抜け出した。200を通過、これは強い。食い下がるマヤのトップガンメジロブライト、リードは3マシン、足色は衰えない強さを見せつけてメジロブライトゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り、メジロブライト URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはマヤのトップガン、3着はハッピーミーク。追い込み詰めこの子、まあまあ光を示せましたわ。ミーク君育成は5年後くらいかね。
でしょ。から逃げるな。クリアしたぞ。申し訳ございません。実馬の方の成績次第で逆逆輸入になったりして、そうですわね。ええ、私、一つ自慢がありまして、子供の頃、テーマパークの放送でたくさん名前を呼ばれましたが、ボンネット、パニエ、お袖止め、いつか目白家の皆様とフリフリお茶会をしてみせます。トレーナー様、スイッチを。眠気がパチッと消えるスイッチをお探しくださいませ。わあ、春は眠くなりますわね。頭をポンポンしてくださるトレセン学園の皆様は本当にお優しい方ばかりで、この子なしいつも私を待ってくださいます。あ、
まだヒリヒリしますわ。お知らせが届いており、トレーナー様、スイボンネット、トレセン学園の皆様は、ライアンお姉様とお散歩、腕を組んで、手もつなぎましょう。あ、もうじき、イベントが開始。お知らせが届いており、トレーナー様、トレセンが、私、一つ自分、お知らせが届いて、もうじき、イベントが開催。うん、まあ、もうミッションは達成。ボンネット、トレセン学園、トレーナー様。わあ。春は眠く、もうじき、わし、うん、わた、ドトレ、わ、ま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 、万が一、私のポスターが貼られたら、って、想像して、誰にも見られず色あせて、よくわからないシミだらけに。そしてポスターが落ちたら、生まれて足跡まみれになるんです。私のせいでゴミを増やして、すみません。わあ、なになに？圧倒的な輝き、奇跡の舞台。相変わらず眩しいな。でも私も負けないぞ。ターフの上で最高の賞を、そう決めたからね。憧れるだけの少女はもういない。私は前に進むよ。お母さん、トレーナー様、スイッチを。砂糖入りの紅茶はポリフェノールの抗酸化作用と、願わくば味覚を楽しむためにあと少し糖度を上げたいところ。仕方ない、いつもの味で我慢を。いや、既存の妖怪度にしならば探ってみせよう、未知の可能性。私、一つ。お待ちさん、あなた呪われています。ねえ、私そんな普通じゃない状態だったんですか？やだやだ、何の呪いですか？はい、白沖様のお告げによりますと、ズバリ、よりによって今の呪いです。よりによって今の呪い、それって一体、なんか名前の通りな気もしますが。名前の通りです。あ、やっぱり。でも確かに、今はやめてって思ったこと、よく起きてるかもです。ふっちゃん先輩、なんとかならないですか？呪いを解いてください。お任せくださいな。なぜこの話を切り出したとお思いですか？何を隠そう、白沖様秘伝の聖水がご用意できたからです。よりによって今。ボンネット、タニエ、お袖止め。お化けというものは本当に存在しているのでしょうか？どこに行けば出会えるのか。やはり時間は夜に限られるのでしょうか？お化けは皆さん、この世に未練を残している方々だと伺いました。それほどに強い情念の炎を燃やした理由、ぜひお伺いしたいです。もうじきイベントが開催されるそうですわね。あら、私の出番ですか？ここだけの話、案外お昼寝もしやすいんですのよ。姉様たちとのお揃いでお気に入りなのです。ここだけの話、案外お昼寝も。さあ、張り切りますわよ。よいしょ。さあ、張り切りますわよ。よいしょ。ひらひら、ふりふり。お気に入りですのよ。後ろのリボンが愛らしくて好きなのです。可愛らしく、そして輝くための誇りある衣装なのです。
この色をまとう。その重みはよく理解しております。この色をまとう。その重みはよく理解しております。この色をまとう。その重みはよく理解しております。私から始めましょう。さて寝るか。おつ。あら？私の出番ですか？全ての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定石を残すのは誰だ。3番人気はこの子です。8番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子。1番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて、2番手は1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うの。少し離れて5番、その外並んで18番、その内並んで14番、1番続いている。1馬身離れて6番、少し後ろから2番、さらに10番、そしてその外を回って9番、その後ろから11番、さらに内から3番、7番、並んでくる後から4番、その外並んで17番、そしてその内を回って16番、後方2番手に8番、ポツンと1人、12番、意気揚々と先頭を行きます。ニホノブルボン、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。先頭ニホノブルボン、レースは淀みなく進んでいます。続いて
1馬身離れて6番1馬身差5番10番外から行く少し後ろから18番2番並びかけてきた1番並んできたそして外目をつきましては14番1馬身離れて9番そしてその外を回って7番外を回って17番11番並んでくる残り 1000m 通過その外並んで16番その後から8番そしてその内を回って3番少し後ろから4番12番最後方からのレースになりました大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開これは直線勝負になるかさあ誰が最初に仕掛けるのかまだ差がここから順行を捉えると出てくるのかミコノブルボ2番手につけ様子を見守るさあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った残り4分食い下がるミコノブルボの走りだ後ろをずんずん突き放してこれはスペースリード2着を通過3番手争いは17番10番やった見事勝利ついに栄光のダービー制覇2着にはミホノブルボン3着に入った